はい、では、大場一樹です。これはですね、僕のお父さんの話なんですけど、僕のお父さん、なんとか、ダメージっていうんですか、外側から来るダメージ、痛いとかっていうこのダメージね、非常に弱い方なんですよ、僕のお父さんで。痛いのダメなんですよ。で、それがもう本当に発覚されたのが、歯医者さんにいたんですよ。歯医者さんに行って、もう歯を削んないといけないぐらいの虫歯だったんですよ、うちのお父さんが。で、それでお父さんこう横になりまして、先生の方に、じゃあ、大場さん、ウィーンって、痛いってなったら、手を挙げてください。うん、あ、わかりました。ウィーンってなったら、まあ、手を挙げてます。まず、もうビクビクしてる。当たってないのに。当たってない。ウィーンって言ってない。音がまず、痛いって。痛そうで、みたいな。歯医者、それ込みどこありますから。そう。音きっかけなんです。そうですね。ウィーンって入ったって。そう、おばさんから。それそうです。まだやってない。まず何もやってないと。ウィーンっても上げたいんですけど、まだ当たってないから、もう震えてたんですよ、お父さんが。それで、歯医者さんがね。歯にチッとこう当たった瞬間パッとこう回ってやるんですよ。でもう勘弁してほしいと、先生が。そしてもうやってる間に、普通だったら女子の看護師さんみたいな人と先生とって2人なんですけど、看護師さん4人来て、やってる最中ずっと取り押さえられてもうずっと上げるから上げ続けちゃうから、大場さんはもうみんなで。ワニの口を塞がないようにする添え木みたいないい大人なの。もう無理やりだから、もうそれがきっかけで、もううちのお父さんはもう歯医者には行かないと。だから毎朝毎晩もうバーッと磨いて予防してると。はい、まあそんなお父さんの話です。はい。